静かなる防衛の時間です。ようやく出雲が帰ってきました。日本へ。今までインド太平洋、訓練をしていました。出雲には村雨、あけぼの、護衛艦が3隻、3艦隊で任務に当たっています。今年もやはり長い南シナ海への任務でした。お疲れさんでした。この期間をもって出雲が回収に入る予定です。 F-35B の艦載可能な機関にするためです。まあ確かに甲板上のアスファルトの回収あとは中の回収ですね、いろいろとやはり回収する場所は多いのではないかなと考えられます。あとは出雲には水機団も水陸機動団も乗艦していました。やはり離島での作戦任務は参考になるからだと、この経験が生かされてくるでしょう。日米仏米あと周辺国との合同訓練も実際実施されました。自由で開かれたインド太平洋、懸念材料はやはり人工島ですね。今ではミサイル発射実験など行っています。まあこんな島がこんな島になってますからね。でフィリピンがここにあります。もうすぐ目と鼻の先、ほんと考え方が違います。これに備えるべく日本もやはり訓練は必要になってきます。一番今年大きいニュースはここでしょう。で、ここからやはり輸送艦
これからは輸送艦での訓練が必要になってきます。水機団、の連携が必要でしょう。出雲回収後戻ってくればまた出雲との連携も必要になります。すべて連携すると離島奪還作戦任務はほぼ出来上がると考えられます。このやはり人工島の経験を生かすしかありません。一時避難であってもやはり日本の領内に侵入されることは避けなければいけないでしょう。この間ドローンの長距離遠隔が成功しています。この自衛隊だけでなくハイテク機器も使いながら離島防衛に離島防衛の在り方を考える機会だと思います。それにやはり早草を操作できる技術があるんですから、日本の技術はかなりすごいところまで来ていると思います。しかも遠隔ですから、その遠隔を日本のドローンにも使えると確信しています。今後軍事装備品のドローンが増えてくるでしょうが、自衛隊員の安全を考えればこれは導入すべき装備品だと考えられます。今日のご視聴ありがとうございました。新しいチャンネル作ったんで登録お願いします。